こんにちは。ラットスタイルのラットです。今日もですね、先日入会いたしました、カワちゃんについてご紹介していきたいなというふうに思っているんですけれども、今日はですね、スペシャルな方をちょっとお呼びさせていただいて、一緒にですね、納品、レポートというところで動画の方を撮らせていただこうというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、スペシャルゲストをちょっとね、お呼びさせていただこうと思います。中村さん、よろしくお願いします。うちでもね、かなりお世話になっております。中村さんでございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、なんと、先日入荷した革ジャン、ちょっとね、今日取りに来ていただいたということで、実際に着用してもらって、一緒にちょっと、興奮していこうかなというふうに思いまして、撮らせていただこうと思います。はい、ということで、いろいろ革ジャンね、中村さんも、うちで買っていただいてですね、本当に。いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。もう本当2019年の11月でした、最初。ギルモア。ギルモア。はい。本当にあの日から本当に、まあ僕もちょうど今年5年を迎えますけども、本当に、いつもありがとうございます。はい。ありがとうございます。ということで今日はですね、ご注文いただいておりました、2023年の秋冬新作のですね。はい。あのモデルをちょっとね、今日はお渡しさせていただこうかなと思います。はい、まだ袋に入ってます。おこちらでございます。かっこいい、かっこいい。もう袋に入ってる状態でかっこいいっていう感じですけれども、リンドバーグディアでございます。お待たせしました、中村さん。ありがとうございます。ちょっとね、じゃあ袋の方を開けさせていただきます。はい。まだ昨日のインスタライブでも、実は革の個体とかはもう一個のですね、38の方を、取らせていただいていたので、こっちの方はですね、実は僕自身も袋をちょっと開けるのは初めてなんですよ。おこんな感じです。あ、すごい、はい、マットな感じですね。そうなんですよ。この辺のここの雰囲気とか、実はちょっと僕も見たんですけど、背中めっちゃいい感じです。おやばくないですか。めちゃくちゃいいですよね。こういう傷が生きてるって感じがしますね。ああ、ですよね。もう大好物な感じの、たまんないやつですよね。いいですね。実際に、中村さんは、レオンカスタムの、はい、バビッチの方も、はい、以前購入いただいておりますけれども、はい、はい、今回はこのリンドバーグということで、実際にバビッチを着用されて、これはやばいよと、はい、めちゃくちゃいいよというところで、このリンドバーグも続けてご注文いただいたというところですよね。はい。もういろいろ革ジャンも着てらっしゃる中村さんがいるので、間違いないなと僕自身も自負しているところなんですけれども、ちょっと早速着てきますか。はい、ます。そうですよね。はい、じゃあちょっと早速ですね、着用していこうと思います。はい、ということでお待たせしました。ありがとうございます。早速じゃあ着用、はい、させていただきます。はい、リンドバーこちら、サイズ40ですね。はい、はい、失礼します。はい、いいですか。はい、はい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 、いかがでしょうか。ワピチをね、実際にもう着用している中村さんが、はい、またこう違った個体差といいますか、さっきねちょっと話してたんですよ、そのレオンディアとはまた違う色味表情ですよね。ヌバックみたいな感じですね。ヌバック、はい、ここが普通はシボがバッて立ってる感じ感じですよね。はい、そうですね。ちょっと近くで、はい、よかったらお見せしてもらえれば。こんな感じですね。なんですけど、バックスタイルがめちゃくちゃ、もうね、ちょっと脂肪立ってる感じで、前と後ろで、ここの、なので、この境目でだいぶこう、表情が違う感じですね。バッチシ。バッチシですね。レザーズみたいな感じです。着心地的にどうですか、そのレオンカスタムとかと、今までと比べて。馬と鹿の間って感じですよね。レオンディアと比べるとあれですか、ちょっとこうちょっとタイトめというか、タイトな感じがしますね。ちょっと沿うような、はい、アクションプリーツがあるとかないとかでまたこう違いますもんね。全然違うと思いますね。でもすごい、なんか長谷川さん身長体重とかよかったら、168-75です、はい、うん、はい、でサイズ40で、はい、こんな感じのイメージですね。
あれですよね、そこまでこう中でパーカーだなとかってあんまりこう着ないですよね。どっちかというとジャスト目で、上にどっちかというとなんかコートなんかを着られるような着方ですもんね。なので、サイズ40を選んでいただいているという感じです。中にいろいろ着るんだったら42でもね、全然いいかなというサイズ感なんですけど、でも今の方がなんかシワの入り方とかはすごいいい感じに入りそうですよね。育ちがいがあるのは40です。めちゃくちゃお似合いですね。ありがとうございます。実際に着用ちょっとね、していただいて楽しんでいただきたいなというふうに思います。本当にヌーバックみたいな感じですね。本当そんな感じですね。後ろもなんかすごいいいな。なんかワピチならではのこのなんていうのかな、この線の入り方というか、うん、筋がすごいですよね。あんまりリアではあんまりないですよね。ですよね。普通のこの僕が今着てるような 1.、いわゆる 1.6 ミリアーツぐらいのリアだではあんまりこうない表情というか、やっぱりもともと厚手のワピチのレザーから 2.5 ミリなので、でも 2.5 にあんまりそこまで感じない、感じないですね。ですよね。厚みはちょっと感じるけど、柔らかさの中にある腰感というか、レオンディアの方が厚く感じて、ね、ああ本当ですか。多分中のこれだと思うんですけど、はい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 、こっちの方がなんか厚く感じる気がします。完全にでも個体差かもしれないです ね、 ですね。こっちのちょっとこうまっとめな感じだからこそちょっとこう、でバックみたいなこう着やすさがあるけど、あっちはちょっとこう、テンションが寄りかかってる感じの、ね、傷とかも、あれだ、こういう傷とかも生きてたって感じがしますよね。背中の傷とかですね。こういうのも右と左で全然違いますもんね。本当にレザーズみたいですよね。またこのカフスの切り替え部分からもまた顔の表情も変わってるので、この辺もいろいろな部位でなんか楽しんでいけるような感じかなと思います。ちょっとレオンカスもお借りしてもいいですか。あ、いいですいいです。はい、こちらがですね、お持ちいただいているちょっとレオンカスタム、はい、こちらも同じ、まあ、ワピチなんですけれども、同じ、まあ、本当に5周年の限定モデルということで、今ねなかなかあんまり市場にもないモデルなんですけれども、こう見てもやっぱ全然違いますね。本当に色味が違います。バックスタイルこんな感じです。どっちかというと逆ですよね。なんかですね、脂肪割りが前に来て、なしが後ろに来てるっていうのが結構逆になってるかなと思うので。ですね。ですよね。また着用していることにちょっとこう、あの色味が濃くなってきたっていう感じだったっておっしゃってたので。いやー、またちょっとね、リンドバーグの方も。よければ。来ていいですか？いいです。ありがとうございます。ちょっとじゃあ、すいません。はい。させていただこうと思います。はい。ということで、ちょっとね、着用させていただきました。はい。はい、似合ってますね。めちゃくちゃいいです。かっこいい。かっこいい。ありがとうございます。すごい似合ってる。僕176cm70kg なんですけども、40ですよね。ですね。はい。レオンカスタムディアも40なんですけれども、なんかやっぱり僕自身ね、このレオンザノースとこだ着てるんですけれども、またこう馬と鹿ではまた違う雰囲気ね、やっぱりもちろんありますけれども、やっぱ着やすいですね。着やすいですね。はい、でもめちゃくちゃ着込んでる感がすごいありますね。柔らかさがまたこうしなやかになってる感じがすごいするかな。圧迫もちょうどある感じですね。なんか中間ですよね。ですね。背中にちょっと重みを感じるこう厚さというか、さっきね締めてでしたけども、開けてもこんな感じのイメージなので、僕もやっぱり選ぶんだと40でなんか着用したいなっていう感じですね。ジャストですね。やっぱあれですね、ディアだとなんか重ね着より、やっぱ、革のこう、感じを感じながら1枚で着たいですね。触ってたい感じが。ですよね。ほんとそんな感じですね。はい、こんな感じです。で、ちょっとさっき話させていただいたのが、じゃあ次、リンドバーグをちょっと着させていただこうという話をさせていただいて、はい。ちょっと、ユニフォーム交換をじゃあ、お願いします。いいですかね。すいません、ちょっと季節感がない格好で申し訳ないんですけれど、すいません、失礼します。あ、熱っ、重たい、ちょっとですよね。今なんか着ると厚みが、あ、
全然違いますね。ですよね。はい。やっぱり腕部分、特にこう、体に沿うというか、うん、よりちょっとテンションを感じる感じしますね。あ、いや、全然違いますね。全然違うんですか？レオンは、ちょっとどっちかというと背中にちょっと、こうなんていうのかな、重みをちょっと感じるというか、でも、こっちはなんか、そこまでこう感じないというか。感じないですね。はい。軽くはないんですけど、うん、重くない、このなんていうのかな、すごい、ちょうどいい、ほんと中間の着応えがすごいある感じがしますね。うん、僕も着用するのはこっちも40、ちょうどいい感じですね。でもやっぱそっちの方がちょっとやっぱり着やすい感じがしますね。着やすいっていうか、ちょっとハーフサイズぐらいちょっと上めな感じがするような気もするんですけど、ね、なんか着てらっしゃるから。多分着てるからかな。やっぱり締めるとちょっとよりタイトになりますね。さっきの方がここもあんまりこう出なかったというか。でもこの辺もでも着込んでいくとまた馴染んでいくんでしょうけどね。こっちと同じになるとは思うんですけどね。いいですね、でも本当に。いや、最高ですね。最高です、ね。はい。いろんなね、あの、革の、なんか、感触というか、触りながら、やっぱりこう、硬さがやっぱり、まあ、1日目なのね、ありますけれども、着込んでいくと、本当になんかこんな、ツヤも出て、なんか、より柔らかくなってる感じがすごいするので、またこれもこれで着ていくのがすごい楽しみですね。ですね。ぜひなんか楽しんで、はい、はい、着用していただければなと思います。ありがとうございます。すいません、今日は、はい、あの、リンドバーグディアの、はい、撮影ちょっと一緒にさせていただいてですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと引き続きですね、はい、もう一着、革ジャンありますので、すいません。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。